日本鹿児島県鹿児島市山の口町山の口町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下山の口馬場町。鹿児島市山の口馬場町。郵便番号は892-0844。人口は500人、世帯数は374世帯。山の口町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市中部に位置する。 町域の北方を通る鹿児島県道21号、鹿児島中央停車場勢を挟んで、西千石町、東千石町、南方には日の口町、西方には梶山屋町、東方には千日町にそれぞれ接している。山の口町という町名は、鹿児島ししこば市四小場なしによれば、現在の松原神社の裏手に仙旧山という山があり、 現在の山の口町付近がその山の上り口となっていたに由来しているとされている。江戸時代には山の口馬場町と称しており、鹿児島城下の市屋敷群の一部であった。明治時代初期より鹿児島深山の口馬場町となった。1884年に鹿児島群内の古町役場が統廃合され、地内に旧町を管轄する古町役場が設置された。 1888年に交付された姿勢に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された市勢施行地によって、鹿児島が市勢施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が姿勢による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に姿勢が施行されたのに伴い、 鹿児島郡五十町村の区域より鹿児島市が成立した。それまでの山の口馬場町は鹿児島市の町名、山の口馬場町となった。1896年には軍政が施行されたのに伴い、鹿児島郡谷山郡北大隅郡を管轄とする軍役所が設置された。1899年に山の口馬場町より馬場の字が削除され、山の口町に解消された。 その後、市内に1912年に、鹿児島座、1917年に、帝国館、1920年には、太陽館、気楽館などの映画館が、相次いで開館し、同時に1000日、天文館、山の口角市場が開設されるなど、急速に発展していった。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、 鹿児島市街地域の住居表示に着手した。1963年9月11日に、城南地区で住居表示に伴う町域の再編が実施され、天文館2を中心とする地内の一部が千日町として分割され、同時に山の口町の全域で住居表示が実施された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年、 以降の人口の推移である、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。